リッチー・サンボラは、アメリカ合衆国ニュージャージー州出身のミュージシャン。ロックバンドボンジョビでギターを担当していた。ポーランド系の父アダムと、イタリア、ポーランド系の母ジョアン・シェニラとの間に生まれる。父方のルーツはクラクフ。ニュージャージー州ウッドブリッジの町で育つ。ギターを始めたのは14歳の時で、ジミ・ヘンドリックスの死に触発されてのことである。 ボンジョビの全新バンドであったワイルドワンズのライブを見て当時のギタリストであったデーブ聖母の演奏に憤慨し終焉語楽屋に乗り込みこんなギタリストより俺の方が上手いとジョンラメンバーの前で単価を切ったことが加入のきっかけとなった後日正式にオーディションに参加しデーブの代わりにギタリストとして加入することとなったソロとしては1991年アルバム ストレンジャーインディスタウンでデビュー。ボンジョビのライブにおいてコーラスを披露していたが、ここで改めてソウルフルな歌を披露した。ミスター・ブルーズマンという曲は、彼が尊敬してやまないエリック・クラプトンに憧れて、ギタリストを夢見る少年のことを歌っているが、エリック・クラプトン本人がその曲に感動し、ゲストミュージシャンとして参加している。1994年。 アリー・シーリーやシェールなどとの交際歴を経て、ヘザー・ロックリアと結婚し、カズメを設けるも、マリブの自宅の近所に住む女優で、妻のヘザーの親友だったデニス・リチャーズが、彼女の夫で、人気俳優、チャーリー・シーンの浮気の激しさに悩んだ末に、友人のリッチーに相談を持ちかけたことがきっかけで、不倫関係になってしまい、その事実を知り激怒した妻のヘザーがリッチーに産業犯を、 月付2007年に離婚。その後、リッチーとデニスは、全米で一番に含まれている、カップルとゴシップ氏に認定されるなど、世間から激しくバッシングを受けてしまったが一年後に、破局した。デニスとの破局後からアルコール依存症の症状が重くなり、2007年にはついにリハビリ施設に入所。2008年春に飲酒運転で逮捕されたが、 その時に酔っ払った状態で11歳の娘を自動車に同乗させていたことが問題になり父親としての自覚が足りないということで再び世間からバッシングを受ける羽目になった2011年4月には再びリハビリ施設に入ることとなり欧米で予定していたツアーへ参加できなくなる事態となったその後6月にクロアチアのザグレブ公園よりツアーに合流しかし 2013年のビコーズ・ウィー・キャンツアーの開始1月目から、家庭上の都合を理由に、再び離脱し、それ以降も、不参加の状態が続いた。2014年11月、ジョンが、ショービズ411のインタビューにて、リッチーが脱退したことを明かしたが、バンド側からの正式な発表はない。個人的な日本とのつながりでは、1997年、 ソリマチタカシのアーティストデビューシングル、フォーエバーに参加。同曲は、ソリマチタカシの主演ドラマ、ビーチボーイズの主題歌として使用され、フジテレビ系列で放映された。80年代のギター90年代以降のギター OMC41 等々多数アンプ。ありがとうございます。